エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しの DYM テック、希望の働き方に合わせてご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。はいどうも、年収チャンネルの大堀です。お待たせしました。大堀一人語りです。いつものまあ童貞臭い僕だけを見ていたいっていう人はここでブラウザバックしてください。めちゃくちゃ真面目に語ります。覚悟はいいですか？大丈夫な人はついてきてください。僕のキャリアから簡単に話すと、僕は小学5年生の時にワンピースのフィギュアの転売でたまたままあ1000円から2000円くらい稼いで利益を生み出した時、こうやってお金って儲かるんだっていうのにすごく興味を持って、当時流行っていた妖怪ウォッチとかよりも全然面白いなって思って、それでビジネスの世界にのめり込みました。中学生になった時、ウェブサイトとかも作れるようになって、アフィリエイトに打ち込んで、そのつながりで、この年でアフィリエイトとかで稼いでるのすごいね、みたいな感じの、まぁちょっとだけ周りとかに言われて、仕事発注するよとかも言われて、仕事とか受けてみたいなって思ったんですけど、中学生だったので、契約すら結べないっていうことで、大人の名義を作るために、中学卒業して法人を設立し、高校3年間でウェブ制作集客の会社を運営してきました。現在大学に進学し、年収チャンネルのメンバーに向かって、現在ウェブ制作集客の会社と学習塾の会社を経営してるんですけど、年でだいたい全部の収入合わせて3000から4000万くらい儲けてます。なぜここまで上がることができたのか、いろんな要因があるんですけれども、一番大きいのは成功している先輩、若くして稼いでる先輩を多く見て動くことができたからだと思います。今回はその僕が見てきた若くして稼いでいる、成功している20代の特徴について話していきたいと思います。僕が見てきた20代で成功している人って経営者が多いので、話の内容は経営者起業家寄りになってしまうんですけれども、サラリーマンだったりまだ大学生の人だったりも絶対に役に立つ内容になっているので、起業家志望じゃない人も最後まで見ていってください。それでは早速成功している20代の特徴について話します。5つあります。1つ目から話していきますね。1つ目なんですけど、とにかく量をこなしている。量をこなしてなくて成功している人なんて絶対にいないです。どんなビジネスセンスがあっても量をこなす必要はあります。めちゃくちゃ地頭がいい人でも1日1時間の勉強で東大に行くことなんて不可能じゃないですか。それとビジネスも同じです。今まで会って20代で成功してきた人で、全然仕事してないですよ、全然頑張ってないですよっていう人は、親のコネとかボンボンみたいな人を除いて一人も見たことがないですね。なのでみんな例外なく量をこなしています。質ももちろん大事なんですけど、量は質から生まれるので、めちゃくちゃ量をこなす、これは大事ですね。これ誰でもわかることなんで、この話はすっと終わります。次からが本番です。20代で成功している人の特徴2つ目、謙虚かつ自信家。謙虚と自信家、この両方が備わっていることが大事です。謙虚って言っても、まあヘラヘラねしてるだけじゃダメなんですよ。自信を持っている人じゃないと仕事を任せたいって思われないし、人もついてこないじゃないですか。たださっきも言った通り、20代でガチのトップに行くことってほぼ不可能なんですね。20代でね、この世の全てを手に入れたみたいな感じでね、数百万稼いだとかでドヤ顔して、俺に勝てるやついないぜみたいな顔してる人はね、もうバカだなって思いますね。上には上がいることを知った上での、まあ謙虚さを持ち合わせている人、これが成功している20代に多いですね。3つ目は数字の話がまあ堂々とできる、これだなって思います。成功の定義いろいろあると思うんですけど、ビジネスマンならやっぱり粗利利益、稼いだ額、売上だと思うんですね。とにかくまあ金額、数字です。今は利益とか上げるフェーズじゃないんだよねとか、そういうことを言う人もいるんですけど、投資とか受けてるやつはわからないんだけれども、数字のこと考えなくていいフェーズなんてあるのかなって正直思うんですよね。成功してる風に見せても、具体的な数字の話とかになると、いろいろはぐらかす人とかいるじゃないですか。そういう人がいる中で、周りに人が集まってくる20代みたいなのは、数字の話とかになっても、堂々と話している。そういうイメージがありますね。4つ目なんですけど、各方面にアンテナを張り巡らせてる。これです。これもめちゃくちゃ重要なんですよ。もう僕もめっちゃ意識してます。さっき量をこなすって言ってたんですけど、量をこなしてめちゃくちゃ努力してもうまくいってないなっていう起業家いるんですね。周りとかにも全然います。僕はマッチングアプリとかしてる中、ずっと仕事してるのに僕の5分の1も稼げてない、まあ、そういう人たちもたくさん見てきています。そういう人は稼げる市場、稼げるタイミングで戦えてないんじゃないかなと思ってます。
ビジネスってやっぱり勉強と違ってがむしゃらにね、黙々と一人で努力して突っ走るだけじゃうまくいかないですよね。なんかビジネスの最前線で戦ってる人たちと情報を交換したりとか、いろんな人たちと話す上でアンテナ張れて、今こういうの来てるらしいよ、今こういうとこ攻めたら稼げるらしいよみたいな、そういう情報が最前線で戦っていくと入ってくるんですね。そういう情報をちゃんとまあ聞き逃さずアンテナ張り巡らせて稼げるタイミングでアクセルを踏めるようにしていくこと、これがめちゃくちゃ大事なんじゃないかなと思います。20代の成功しているなっていう人はこれが分かっているので、そのポイントをちゃんと押さえて一山くらいは当ててる人も多いですし、そんなでっかい山当てれてないなっていう人も常にアンテナを張り巡らせて先輩の経営者とかと一緒にいて情報を集めてるイメージがありますね。ついに最後5つ目です。コミュニケーション能力が高いです。アンテナを張るためにやっぱ他の人といろいろ積極的に関わっていく中で、コミュニケーション能力が高いやつっていう人がいろんな人の話に乗れるんで強いんですね。コミュ力高いと回ってくるの情報だけじゃなくて気に入られたりとかするんで、いいポジションにつけたりとか、いい話が回ってきたりとか、そういう部分でもメリットあるんですね。そういった機会が得られるように成功している20代っていうのはコミュニケーション能力が高い人がまあ総じて多いです。成功している20代の特徴について偉そうに語ってきたんですけど、年収チャンネルを見てお気づきの通り、コミュニケーション能力僕もさして高くないっす。むしろ周りのメンバーには低い方って言われてますね。令和の虎でも話が長いことでナッシングになったって言われて、話の長さっていうのはちょっと努力して改善したんですけれども、10代だからっていうのもあるかもなんですけど、30代とかとの話とかにちょっとついていけない部分も垣間見えるんですね。普段まあ年収チャンネルのメンバーとかとも生活とかで結構関わらせていただいてるんですけど、株本さんとかにもお前つまんないなとか言われたりとか、上本さんにもお前の話ちょっと分かりにくいんだよとか、金藤さんにも大堀くんってさ合コンとか呼んでも女の子楽しませられなさそうやなとか、日々厳しい環境でまあしごかれてるわけですね。正直ちょっと年収チャンネル肌に合いそうだなと思って入ってきたところで、圧があるよね、あいみつっていうザ陽キャコンビみたいなのが入ってきたわけですよ。正直きついっす、もう逃げたいっす。じゃあ逃げるのか。同じくらいの年の大学生だったり、話が合う人とだけつるんで年配の経営者とかとつるむのはやめるのか。一人でねシコシコアフィリエイトしても月100万くらいならね、僕稼げる自信ありますよ。それでも余裕のあるね暮らしができますね。それは成功している20代とはね言わないと思うんですね。なぜならそこ止まりだから。一人でシコシコねアフィリエイトしてても月100万止まりなんですよ。30代40代ってなった時にそれだけじゃキャリアは開けないんですね。30代以降より稼いでいくビジョンっていうのはまあ見えないんですよ。僕はねまだね実力不足な部分も結構あると思うんですけど、年収チャンネルっていうハイレベルな経営者たちと関われるこの環境で戦っていくこと、これが意味があることだと思っています。僕もまだまだなんですけど、僕もこの年収チャンネルで頑張るので一緒に頑張っていきましょう。最後に20代の話したので、僕来年2023年で20歳になるんですけど、目標みたいの語りましょうかね。20歳2023年はあいみつ、まあ、特に金藤さんに負けないっていうの、会社の規模でも年収チャンネルの目立ち具合でも、これをまあ目標にねしようと思います。年齢差があるだろうとか言われるんですけど、金藤さんをめちゃくちゃライバル視してますね。アンチ金藤とかは冗談でめちゃくちゃねリスペクトしてる部分、まあ、もちろんちょっと腹立つなっていう部分もあるんですけど、男としてかっこいいしめちゃくちゃリスペクトしてる部分あるんですね。とはいえ一方で起業家としてはかなりライバル視していて、2023年絶対金藤さんに負けたくないなって思ってます。でもう一つ、20代前半で株本さん林社長レベルに到達したいと僕は思っています。これが20代前半の僕の目標です。かなり無謀なんですけど、こんな感じの野心を持っています。ご清聴ありがとうございました。